低いね、なんか低い、顔が落ちてない。おはようございます。あ、これでいいか。じゃん、できました。グッモーニング。いや、ウォーリーじゃないけ。おはようございます。皆さん、月曜日になりました。いかがですか、いかがお目覚めですか。セッティング完了です。おはよう。あ、朝起きてまだ何も飲んでないわ。やばい、一口も何も飲んでない。これはまずいかも。ちょっと待って、7時になった。じゃーん、またとあれをしました。おはよう。じゃん、お茶を用意しました。今からだってさ、ベラベラ喋ってるのに。今から喋るのにさ、何も飲んでなかったらやばいやろ。私だって思うんよ、いつもさ、日中さ、1時間に1回ぐらいはさ、お水飲むのにさ、寝とるときはさ、あの、もう何時間も飲まんわけやん、水を。はや、お、朝からいい声が聞けて、いい一日になりそうですか。いや、一気に全部飲まんやろ。これ何リットルあると思った。何リットルなんやろ。見る前にもラベルをあれしてしまったっけ。分からん。おはようございます。そうよ、そういうことよ。どういうこと。おはようございます。月曜日、爽やかな朝ですよ。おはよう。カラカラの干物になってしまうやろ、普通。おはようございます。だってさ、昨日もさ、何時に寝た。2時ぐらいに寝たんやけど、もうそれから5時間経っとんよ。5時間水飲まんってさ。あ、でもどうなんだろうね。なんか起きとる時と寝とる時ってなんか違うもんね。意識ないとはいえどさ、喉乾いたりせんのんかな、寝とる間に。おはよう。喉乾いて起きることある。あ、でも昔あったけど、風邪とかひどい時しかないか。口呼吸とか。はやん。グッモーニング。たまにある。喉カラカラになっちゃった。ワイのお姉ちゃんに叩き起こされました。ピエン超えてパオン。ね、待って、ピエンコやってパオンってめっちゃ久々に聞いたんやけど、それ実際に実用、まあ、しとるとこあんま見たことないけど。てかさ、私目覚めるのがさ、何、人に起こされて目覚めるとさ、めっちゃドキドキするんよ。え、何っていう。うん、なんかじゃけ、その人に起こされる時って大体遅刻する時で、私的に大体人に起こされる時ってもう
大体遅刻する時なんやけど、そう急に起こされると超ドキドキするし、もうそれは遅刻確定の時だけさらにドキドキするけ、あんまり好きじゃなくて、なんか起きた瞬間にもう全然起きてましたみたいな感じで、なんかいや全然ときめかん、あのだから全然起きてましたみたいな感じで喋り始めるのが得意で、じゃけ朝からこんなに普通になんか喋れるんかもしれん。昨日もなんかめっちゃ寝起きだったけど、早川さんにあの話しかけられて、で私が昨日何時だったかな、10時か11時ぐらいに起きて、あここは起きとったみたいな感じで聞かれて、9時ぐらいに1回目が覚めて、それからもう1回寝て今起きたよって言ったら、そんなによく喋るねって、もう朝からそんなベラベラよく喋るねって、今でも今の今まで起きてましたみたいな感じで、おはよう、全然喋れます、意識でも起きてない。あそうじゃろ、不眠耐久の時もね、不眠耐久リレーをやった時もなんか急にボソボソ話しかけられる、いざ話しかけられたら答えれる、多分意識あんまりなくて、おはよう、どうしよう、目覚ましでそのゴンかかったらショールームバンってされるんかな、音声、目覚ましの音声、おはよう、ココは寝るときも全力で寝てそう、多分全力で寝とるけんめっちゃ静かなんだと思うおもろいんやけど、全力で寝るって何、おはよう、今日も朝からかほんま爽やかな朝じゃろ、月曜日、おはよう、ここはボイス目覚まし、ここはボイス目覚まし時計、サブスクに、サブスクにココアの目覚まし、いや、なんかでも優しい声じゃ起きんじゃん、爽やかな朝じゃろって目覚ましやばいイライラするやろ、もうそれ最初だけじゃない、元なんか幸せに起きれるのって、目覚ましから朝起きた瞬間、寝とる瞬間から急に働けって目覚ましある、私のこと嫌いになるでしょ、いやー私絶対目覚ましにはなりたくないわ、嫌われたくないやん、起きろ働けって嫌いになるやん、おはよう、みんなは目覚まし何で起きるん、優しく起こしてほしい、おはよう、朝だよ、遅刻するよ、
あと5分寝ていいよ。こんなんで起きれんやん。おはよう。コカの声のラジオ体操で起きる。え、待って、ラジオ体操広島県バージョン、それマジで待って、懐かしすぎる。あれほんまにおもろい。恥ずかしい今でも。あ、お時間でーすっていう目覚まし、それほんまに嫌いならん。朝からお時間でーす、剥がしやん。アラーム、あ、大抵アラームより先に起きてる。すごい。いや、私も時々あるけど、それは大抵はすごいな。普通大抵時計で起きん。マジで今日も全然目覚まし、今日も全然目覚ましの音で起きたし。おはよう。アラーム一発で起きれる自信あるよ。え、私もあるよ。そんな大きい音じゃないし、私アラーム。おはよう。Good morning。 最近7時に勝手に起きる。え、それは私の7時の配信があるけじゃない。おはよう。アラームセットしても結局何で起きる。あ、トイレで水分ちゃんと取らんと。おはよう。配信に合わせて起きる。え、大変。まあね、確かにね。でもな、子供の頃はさ、ひいおばあちゃんちとかさ、普通に何、夏休み1週間とか泊まりに行っとったんよ。もうさ、マジでさ、ひいおばあちゃんマジ朝早くてさ、何、もう何時に起きる。え、毎朝覚えてない。もう全然4時。そうや、4時やわ。もう全然4時に起きて、なんかするんよ。散歩、夜は早いし、早く寝るし。朝の7時はもう仕事？じゃ何時に起きるん？全然、小学生の時4時なんてさ、ひいおばあちゃん4時とかはあるあるな。いや、まだ暗いよね。でもうひいおじいちゃんは噂によれば、え、知らんよ、実際に見てないしあれじゃないけど、あ、別にそんななんか伝説なわけじゃないけど、あの朝水を浴びるらしい、浴びとったらしい。え、知らんよ実際はどうか。もう大丈夫なんかな、それ。いつまでしとったんか知らんけど、それ噂によれば。
いや夏でも冬でもじゃない、いや分からんけど、これほんまに噂によれば、あ家族の中のね、うん、それ本当かどうかは知らんよ。でもさ夏だとしてもさ水を浴びるのってさ、え寒いよね。いやそういう冬だとしても夏だとしても寒くない？おはよう、風邪ひかない？あ水したら、え水を浴びたら、あめっちゃ目がなんかめっちゃ目がキラキラした今の瞬間、え水を浴びたら、そんなわけないやろ。はいよ、よく乾布摩擦、おはよう、おはようみんな、グッモーニング、朝だよ。なんか全然なんかさ朝な感じがせん。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。大変やな。あにょん。おはよう。グッモーニング。朝の一杯はココアかコーヒーで。さすがに社長宅でも長袖きた、きた、そう長袖にきたよ。汗飯これからから、でもなんかあんまお腹空いてないな今日。どうする？食べた方がいいかな朝ごはん。何も気分じゃない。コカンのダンス動画超好きですか？見てね TikTok。 その後ちょっと見てみよう。おお、あ通知が来てる。通知を取るようにしたんよ。昔から取っとけ。そうのくん、昨日めっちゃ天気良かった。そういえばTikTok 撮るときいつも天気がいいわ。おはよう。え食べた方がいい。何しよう。おはよう。有野さん今これ聞いてますね。えどういうこと？やばいんやけど。まともな話してないんじゃけど。え何話して私今日。やばい。朝起きたらいつでも喋れるんやね。みんなアラーム何かけてる？って言ってお茶飲んで中身のない話してる。どうする？どうしよう。ひいおじいちゃんの伝説の話したか。朝から水かけて。どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。おはようございます。楽しいからいっか。グッモーニング。 TikTok 風強そうな時ある。あれは空港だったっけじゃない？空港って風が強いんかな。空港で風が強いのってあれ飛行機の風じゃないよね。なんでなんだろう。なかなか飛行機乗ることないんじゃけどさ、飛行機乗ってさ、この前さ広島からと、あ違う、東京から広島だったかな、なかなか山口だ。え？
どっかから山口に行ったんやけど、そうじゃん、岩国じゃん。え、どっから行ったんだろう、あれ。は？東京からだった、あれ。東京から山口じゃ、岩国じゃ。何知ってんの？似た時に、いた時に、もうワクワクしちゃって。でもワクワクしとったんやけど、全然飛行機楽しめずに。なんかね、前の席にね、メンバー誰だったかな、みちょが誰かが座っとってね。あ、そう、藤子の日じゃん。そうじゃん。で、みちょが座っとって、で、みちょがどうしよう、飛行機怖いって言って、え、みちょって飛行機怖いん、大丈夫かなと思って、離陸の時にみちょ大丈夫かなって、こうこうやってこう様子を確認しとったら寝とった。私も寝たよ、その後すぐ飛行機でも、すぐすぎてびっくりした。普段はだって新幹線で4時間とかさ、かかる気。お疲れ様です。おはよう。藤子の時めっちゃだあれだった。そう、その子カムサムニダ難しいな、なんか離陸を毎回楽しんでる。あのね、いつも離陸の時はだいたい、あ、でも起きとるかな、時間によるかな。なんか離陸するまでもさ、結構時間あるやん。てか飛行機ってさ、なんか早く入らんといけんしね、え、飛行機なんか入ってもちょっと待つやん、時間を。じゃけ離陸するまでに寝てしまったりするけど、最後帰りはさ、なんか着くドーンみたいな音感じでさ、もう衝撃で起きん、ドーンみたいな。そのアナウンスじゃ全然起きれん。多分アナウンスしてくれたんやけどさ、もうすぐ着陸の準備をします、シートベルトをおかけくださいみたいな、お付けくださいみたいな。改めて、あ、待って、お腹空いてきたよ、喋りるけベラベラ。 あらかじめそう、なんかシートベルトをお付けください、係員の指示になんとかしてくださいみたいな言われるかもしれんけどさ、そんな爆睡しておけさ、もう衝撃で起きる、いつもドーンって、はーっていつもなるもん。起こしてくれたらいいのにね。起こしたら、起こされたらびっくりするか。おはよう。10分前行動しとったら飛行機は遅刻する。え、あれって何分前にさ飛行機場所におらんといかんの、あれ。あんまり分かってない。飛行機でなくなる可能性、あ、事故ってこと。おはよう。おはよう。いや、ドーンは墜落じゃない、墜落じゃなくて着陸でも着陸はその墜落してるわけじゃなくて、墜落してないけどドーンってなるよね。うん、飛行機、いや、え、わかる。飛行機の移動時間短いから使おうって思っても、乗るまで空港まででトントンになる。え、ほんまにそう。もう新幹線の方が好きな、ならね、広島とか特にそうなんよ。広島空港行ってビューン、あ、まあ乗っとる時間がね短いけ、まあなんだかんだ空港に行っても30分前ってみんな教えてくれたね。今行っちゃったらなんだかんだすぐやし、ね、
着陸するときはドーンじゃし。確かに表現の仕方やばいね。コカの着陸音は墜落音に聞こえるね。これは確かに。やばい。そうよね。飛行機着陸するときでもドーンって。怖い飛行機だねって。で乗る飛行機全部そうなんやけど、ほんま。でもそれで目覚める。その衝撃その衝撃で目覚める。着陸はドーンよね。でもだっておもろすぎる。そんなことない。でもないかな。なんかヒュードンって感じでピューこうピュードンっていう感じでこうドンガガガガガガガキキ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 みたいな感じじゃない。飛行機なんか分からんけど、この前羽田空港に、まあ、TikTok 撮って羽田空港に遊びに行ったんよ。わあ、なんか広ーと思って、こんなになんか遊ぶ場所とかご飯屋さんとかお土産屋さんとかいっぱいあるんやーとさ、こう思いよったらさ、でなんか飛行機がこう飛んでいくとことか着陸するとことか見たんよ、見に行ったんよ。羽田空港めっちゃでかくて、そしたらもう飛行機ってあんなにでかいのにヒューンって、もうほんまにあんなにちっちゃくなるんやと思って、すぐあちっちゃくなるわけないけどすぐ遠くに行ってしまうけさ、すごいなと思って。それも、うん、展望デッキ。コカのドーン聞いたら飛行機乗るの怖くなってきて。いやいや怖くないけ、大丈夫。やばいやばいやばい、そんな恐怖心までの怖さで大丈夫。でもドーンって感じ。飛行機は全然どんどん墜落してない。音がすごいよね。なんかゴゴ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 ゴ、ドーンで思い出した。何を思い出した。 TikTok ライブ見とったら寝落ちしてた、手つないでって。いいよ。私もね、あの離陸するときは手つないでもらっとる、いつもメンバーに。めっちゃ前、あの前回はね、あおらんかったんよ人。その前々回はね、アンナがまだアンナがおってね、卒業前でアンナと手つないで、アンナは携帯つつきたいのに、違うさ、みんな右手で携帯つつく。でもアンナが携帯つついてる手を、ちたんな左手で携帯つついてって言って、あのこっちにおったけ、右手持ってこのまま寝とった。こう買って。その時なんかね、冬だったか。夏だったのか。なんか暑かったよね。暖房で暑かったんか、普通に気温的に暑かったんか分からんけど。なんか左手で携帯つついた方がいいんじゃろ、あの右手でつつくより。ウォーリーの服似合ってか、ウォーリーの服じゃないっけ、メガネかけてないやろ。待って、囚人の服じゃないし、これ黒のシマシマじゃない、赤よ。コカを探せ、一度写真撮っとこう。
ショールーム中に撮ったって感じで、携帯も写しといて。帽子とメガネはないんですか？いや、ないよ。ないし、後ろ前じゃないよ、ちゃんと。よかった。ちょっと焦った、自分でも。まあ、でもなんかさ、後ろ前気にせんでいい服とかあるよね。ないか。おはよう。そんなこと言われるとウォーリーにしか見えくなる。え、ちょっと待って、私言ってないんやけど。誰？ちょっと言ったの誰？お、学校行ってき、行ってらっしゃい。もうそろそろみんな行くんじゃない？お仕事とか学校とか。7時半になったけど。後ろ前じゃないってじゃけ、これ。焦る。はや、あ、もう着いてます。お休みですか？この前さ、東京でさ、この前っていうかさ、一昨日ぐらい、昨日、一昨日ぐらい、東京で迷子になって、めっちゃ怖かった。迷子になった模様をね、モバメ、みんなにモバイルメールでもちょっと実況して、あ、でもちゃんと無事だったよ。今ここにいます。おはよう。焦った、迷子。なんかね、あのダイヤル、運転ダイヤルが変わるってか、なんかあのいつもとは違う運転ダイヤルだったらしいんやけど、そう、電車の乗り換えが発生したんよ。え？と思って変なとこで降りて、ここどこって見たことない駅に。でもめっちゃさ、人がさ多くてさ、人の流れが。でさ、みんなさ、せかせか、あ、ダイヤ、運転ダイヤ。で、あのさ、もうめっちゃさ、思ったのはね、めっちゃ、タタ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 、もうみんなね、スタ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 って感じでこう、歩いていくんやけどさ、私はこう、え、怖い怖いと思いながら、こう、荷物を持って、こう、人並みに、こう、こんな感じで息をったんやけど、みんながスタ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 、私は、こうよし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 って感じでこう歩いていきよったんやけどさ、もう分からなくなってさ、あー、迷子、こんな駅見たことないって。1とか8とか7とか2とか3とか4とか、まあなんかいろいろ駅のホームがあるやんか。どこ行ったら分からんくてさ、駅員さんに聞いて、あー、どこどこに行きたいならそこに行ってくださいって言ったらね、こう下下下下組がねおって、まだ、え、待って待って、あんなに急いだったのに、今私とよしよし歩いた私と一緒に今乗るんですかって思って元気出た。やっぱあんなにもう下下組急いでも、あんなに急いでも、まあ下下組あんなにもう怖い顔して下下行っても一緒なんよって。だってほんまに怖い感じでさ行くんやもん。次、よしよし歩いても、間に合った。全然同じラインに立った。はや、
そういう問題じゃない。ああ新潟行くときね。ああそう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 、今年の全国ツアー新潟でね行くときね、マジでマジで人多くて、しかもほんまに人多くて、いつも乗らん新潟行きの駅に行こうとして、そう最初さ、ももあのももをさ目印にさ歩き寄ったらさ、突如ももがおらんくなって、でももがおらんくなったと思ったら、そこにマネージャーさんが現れて合流できて、私とみちはで、あの迷子にならんかったんやけど、パッて振り返った瞬間に、あれももがおらんって、もうさっきおった、さっき目印だったももがいつの間にか消えて、で迷子になって結構遠くに、あっももあそこにおるって、そんなことあるんやなと遅くなりました、おはよう。ももちゃんガチ迷子だったらしいよ。でなんか私は普段コンタクトとかメガネとかさつけんのんじゃけどさ、あのつけんけその目が見える見えんがさあんまり差が分からんのやけどさ、いやラグビー日本代表のユニフォームじゃないわ。そうなん、こんな感じなっけ、ちょっともうちょい太いやろこの線が。おはようございます。目が見えんと人の顔があんまり分からんらしい。でもさすがに分かるやろ、えどういう気持ちなんやろ。あでも最近私お目悪くなってきたけ、目悪い人の気持ち分かるな。なんかああの文字なんて書いてあるんやろみたいな、こう遠くにあるやつが読めんくなってきた。よくないね。侍優勝、それな昨日見たよ。おはようございます、笑顔ですよ。今何時、みんな今何出勤中ですか、それとも起きたばっかりですか。月曜日もうお仕事場におるんかなっていう人もおったよな。もう7時43分。早っ！おはよう。グッモーニング。シャラヒー。朝ごはん食べてる。いいな。なんかお腹空いてきた。なんか喋っとったら。もう起きた瞬間って全然さ、あれやん。お腹すかんのんよ。まあ、でもさすがに空腹で寝た時は朝もお腹空いたっていう感じで朝起きるけど、朝早すぎたらご飯食べれんじゃん。ちょっと時間経ったらお腹空くんだけど、毎回この配信を朝一でね、寝起きで朝一番でやること、顔洗って配信することなんじゃけど、なんかその配信の途中にお腹すくんよね。だいたい40分45分ぐらい過ぎたあたりから、あんなお腹空いてきたかなと思って、終わる頃には空腹。朝はパン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 。何、私のことツイートついてない。はやん、ちょうど今です、ちょうどお腹空いたけど、何食べた、みんなランチパックとかさ食べたりせんの。待って、起きた起きた起きた、起こした、起こしてって言われとった、そういえば忘れとった。7時45分ランチパックよく食べとった。うっ、さっきランチパック食べた。なんかね、私が幼少期の時にね、
久々に薄皮あんパン食べたら甘すぎてびっくりした。牛乳が欲しくなる。朝はチョコクロワッサンとヨーグルト。なんかおしゃれじゃないですか。おしゃれじゃろそれ。おはよう。幼少期にさ、いや今もじゃない、今はもう中、今は何だろう、何期、今は 何期なんか分からんけど、もうすぐもうすぐ今月で二十歳だけ、チーズベーグルとチヂミ、生活がきつくなりがちだった食事も大変。そっか、そうなのかな、うん、ま、ランチパック幼少期にあのピーナッツ、ピーナッツのランチパックめっちゃ食べとって、あ今成長期、今は成長期、青年期、笑顔ですよ。ピーナッツのランチパックもう朝ごはん、朝の定番の味だった。ピーナッツが好き、いやアーニャみたいに言うよ、ココアピーナッツが好き、いやめっちゃ美味しかった、好き。ランチパックはピーナッツしか食べん、あんまり。え、いろんな味あるよね。でも多分ピーナッツしか食べたことないんだけど、あ、それは全然嘘ついたわ。ハムチーズみたいなやつもあるか、それ食べたんやけど。ツナマヨね、ツナマヨも食べたことあるわ、そういえば。あーツナ好き、ごめん全然嘘ついた。でイメージがね、ピーナッツって嘘だ、ピーナッツっていうそのイメージだけがある。え、ワイはデミグラスハンバーグとチキンサラダ味。デミグラスハンバーグ、いやコカはハイジの白パンじゃないんやって。え、ランチパックご当地もあるん、知らん知らん、そんなハイチュウとかみたいな、ハイチュウみたいなご当地の味がある。え、小倉トーストもあるん、名古屋だけ。うん、職場については行ってきます、行ってらっしゃい。おはよう。ランチパック種類豊富な、お、新潟はバスカレー、バスセンターカレー。待って、私がランチバッグ食べてるとこ想像したら可愛かった、どういうことなんそれ。おもろい。おはよう。想像して、して想像せんで。学生時代ね、学校の時に流行っとったね、パンでな。あ、でもね、学校とかだったらさ、この袋に入ってるスティックパン、スティックチョコチップスティックパンみたいなさ、よく売っとるじゃんか。スティックパンめっちゃ流行ったかも。で、授業の10分休憩、一気に食べるわけではなく、授業の10分休憩で、あーメロンパンバーもね、チョコチップメロンパンバーみたいな、ない、
あれいつも食べてる友達おった、え、わかる、おったおった、私仲いい子が多分いつもなんかね、しかもね、なん佐藤ちゃんみたいなスティックバーあるんよ、佐藤ちゃん、一本もスティックパンの一本もらうってめっちゃハードル、なんか私的には一本ってさ大きいやん、スティックパン例えば5個入りか6個入りかな、ちょうだいができ一口ちょうだいなんだけど、サンライズっていうメロンパンめっちゃ食べてました。え、サンライズって広島なんじゃろ、メロンパンのことサンライズって言うの、あしまじメロンパンじゃもんね、え、なに、ランチパックの卵を食べたら卵に似ているコカちゃんを思い出して、ちょっとやめて、つながらんけ、マジランチパックの卵味って私はなかなかつながらんけ、そんなにランチパックの卵を食べて私を連想するほどやばい、ご飯食べる、え、何があるの、あそこ食べた、食べてない、でもベラベラ喋ってたらお腹空いてきた、ね、1時間ベラベラ喋った、今年もあと5、6週間、今年もあと5、6週間よ、え、それはまずい、ねえ待って、早すぎる、早すぎる、おはよう、え、待って、鼻の光具合がびっくりマークなんやけど、ちょん、え、すごくない、角度によってほらびっくりマークないけど鼻の光具合が、消えた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 、鼻もびっくり、よいお年よ、え、待って早い、もうまだ今年は終わりませんよ、まだ お年玉ね、最後の年玉じゃない、お年玉ください、どうしよう、今日何日、20、20よね、適当に答えた、適当に聞くしていい、いや適当に答えた、おはよう、まあ年明けが近くなったら日おばあちゃんとかおばあちゃんとかねねとかに会いに行って、ちーとかに会いに行って、今年もいつも、今年もじゃけどいつもありがとうって言ってなんかしよう、そして私たまちゃうでもらえるかも、いつまでもそういう時だけ子供を出すなって言われるかもしれないけど、妹にあげたあげたあげたよ、来年成人式、そう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 、あ、でもね成人式って言わんよ、もう20歳を祝う会みたいな、年越し配信する、え、したい、年越し配信したい、
うしよう、どうやって年越す今年は。え、去年はだってすごいさ、年越し配信をしたっけ。年越し一緒に越してないっけ。越す瞬間はそば食べとったっけ。配信イベントがあって、年明けジャンプとか専用、私しっかり地に足つけて今年も一年過ごすぞって感じで、いや、あの、そういうわけじゃないけど、別にいつの間にか27の夜は、え、やりたい誕生日配信やるよね。誕生日配信27、誕生日配信やります。27日に、え、27日から28日になる瞬間ね。27の日って広島？広島？東京？東京じゃない、広島？うちでやるってこと？うちでやるやった？今年も？今年もやばい。どれぐらいやる？夜9時からずっとやる？パーティーは？え、夜9時11時59分から12時1分じゃない？最悪やな、それもう2分誕生日、誕生日になりました、あと1分で、あ、なりました、バイバイみたいなことなのやもん、それ。せわしなすぎる、嫌だ。もうどれぐらいやる？やっぱ9時ぐらいからやろうや。何時間？9 10 10 11 12 3時間、48時間をテレビ、いや、それはもう、やじけ、ま、3時間だったら、3時間ってもうめっちゃ、じけ3時間で、みんなもうすぐ私で3時間で誕生日になるよって感じになって、うるさそう、やばやめて、うるさくない、大丈夫よ、はや、誕生日火曜、おはようございます。48時間配信はスマホが爆発する確かに、確かに、だって充電しながらったらめっちゃ熱くなるし、そうかも、3時間も持つか分からん。でも27日の配信は絶対に祝いに来てくださいね。何時からやるか分からんけど、え、じゃけー、まあまあ、またか9時からなるか分からんけどね。誕生日またぎ配信は歌う？え、どうしようね、だってじゃ近所のカラオケ行って9時からね、1時間ぐらい歌って、で携帯持って3分以内に配信つなげたまま、携帯持って3分以内にダッシュして帰って、家に帰ってつけて、これバンさんやろ、まだ、いや、また考えよう、どんな配信にするかね。ケーキ買って待機したって、いや、カラオケまで3分できるか、い
切れんかも。待てよ、保険買ったら3分できるかも。ダッシュでもう 50m 走ぐらいダッシュで。おはよう。確かに移動中ラジオ配信、今移動しています。でも顔見せんとね、3分顔見せんかったらなんかバンされる。あ、バンされんかったんだよお前。危険な目にやったらバンされるか。いやでももう8時やって、なんだってもう、もう喋りすぎよ。朝からもうこんな時間になっとる。みんなもそろそろ出勤ですね。頑張ってね、ファイティング。一瞬アップでこう顔見せながらやるね。朝からよう喋りました。今日も一日頑張って行ってきてください。朝から楽しい時間ありがとう、こちらこそ。ではランキング13位、佐藤。12位、ふとし。11位、つか。10位、すえん。9位、癒やし系。8位、タイムファイヤー。7位、ライトニング。6位、ポップやしまちゃん。5位、ようちゃんさん。4位、こにょん。何？3位、3位はひーさま。暗闇がかり、ひーさま。2位、すばる。そして1位は他に浸水したコーラ。やばい、浸水しててください。ありがとうございます。皆さん配信見てくださりありがとうございました。今日も頑張って朝から元気に応援しとるよ。バイバーイ。